ねえねえ、お姉ちゃん、まだ寝ないの？最近、いつも遅くまでテレビ見て、ゲームして、って、いつもいつも寝るの遅いよね。しかも、夜こっそりお菓子食べてるでしょ。あれ、僕が食べたかったのに。ごまかしてもダメ。期間限定のやつ、あれ、食べちゃったでしょ？僕、あれ楽しみにしてたんだよ。もう。いっつも、僕には早く寝なさいって言うのに、どうしてお姉ちゃんは寝ないの？僕だって、夜もテレビ見てゲームしたいもん。お姉ちゃんと一緒に夜まで起きてるの。ねえねえ、いいでしょ？ねえねえ。え？次の日がお休みならいいの？でも、お姉ちゃんは毎日夜更かししてるじゃん。僕も一緒に毎日夜更かしするの。朝起きれるの？起きれ、る。起きれるもん。僕は、起きれるの。大丈夫。授業も頑張って起きる。ノートも頑張って書くもん。ねえねえ、いいでしょ？頑張って起きるもん。だから、僕も起きてたい。なんでそこまでって？僕は別に、ただいっぱいゲームして、テレビ見たいわけじゃないもん。あのね、本当はね、違うよ。夜にお菓子が食べたいとか、そんなのでもなくて。でもちょっとは食べたいけど、お姉ちゃんが夜更かしするようになってから、僕、一人で寝なきゃいけないから、寂しくって。ずっと一緒に寝てたのに、最近は隣にお姉ちゃんがいないから、夜は寒くて、寂しくて、眠れないんだよ。クマさんのぬいぐるみをぎゅーってしても、お布団を頭までかぶってもダメなんだもん。だから、やっぱり、お姉ちゃんと寝たいの。でも、お姉ちゃんはお部屋に来てくれないから。僕も、夜更かしすれば、一緒にいれると思って。そうだよ。そりゃ、ゲームもテレビも大好きだけど、それだけじゃないもん。寂しかったんだよ。分かってくれた？本当？じゃあ、一緒に寝てくれる？やった！なんだかちょっと久しぶりだな、一緒に寝れるの。聞いて。今日ね、僕、先生に褒められたんだよ。国語の時間に作文書いたんだけど、先生に出したら、花丸もらえたんだ。えへへ。何を書いたのって？お姉ちゃんには内緒。教えてほしい？じゃあ、これからも僕と一緒に寝てくれる？本当？本当に本当？絶対だよ。じゃあ教えてあげる。お姉ちゃんのこと書いたんだ。僕の大好きなお姉ちゃんって書いたの。いっぱい書いたら褒めてもらえたんだ。
だからね、今日はこの話を聞いてほしくて、一緒に寝てほしかったんだよ。いっぱいお話ししたから眠くなってきちゃった。明日も一緒に寝る約束したから楽しみだな。また僕のお話いっぱい聞いてね。おやすみなさい、お姉ちゃん。大丈夫。